ロシア陸軍における戦車兵は、陛下の一つで、主に戦車部隊を構成するものである。戦車部隊は、火力、機動力及び走行防御力に優れている。なお、偵察部隊は、支援陛下の偵察兵として、ロシア連邦軍参謀本部情報総局の管轄下にある。戦車大隊を3個、自動車化狙撃大隊を1個大隊、自走榴弾砲大隊を1個大隊、 その退屈かの戦闘支援、後方支援部隊を保有する諸兵科連合部隊であり、ロシア陸軍の基本的な展開部隊である。詳細は、独立戦車旅団を参照。自動車加速撃旅団内の戦車大隊を構成する、部隊は、下記の通りであるに従う。なお、戦車旅団内の戦車大隊は、三個中隊、編成である。 編成表上の主戦当戦者としては以下の三者種が想定されている。代替長者は各々の指揮者型を使用する。ありがとうございます。